こんにちは。賃貸のまさき、イメージキャラクターの赤須くんです。本日は奈良市にございます。こちらは空谷ビルというですね、物件の3階部分ですね。こちらのご紹介動画となります。それでは赤須くんと一緒にご紹介をさせていただきます。さあ、こちらですね、建物入りましてね、3階の入り口から入ってきたところですが、まず入り口入って左手側ですね、こちらにはですね、はい、ちょっと下ですね、キッチンスペースといたしましてですね、はい、上下にしっかり収納がございます。こちらですね。はい、ちょっとしたね、キュートスペースですね、ついております。はい、ではですね、入り口入って正面の方がですね、こちらにはお手洗いですね。はい、ついております。はい、このようにね、洋式のお手洗いをご使用いただくと、こちらですね、男性用の、はい、手洗いとね、ついております。はい。はい、では、通路の方戻りましてですね、はい、右手側にはですね、このように少しお部屋がございまして、物置などにね、使っていただけるようなサイズのですね、こちら、はい、お部屋となっております。はい、また左手側にもですね、同じように、はい、ちょっとしたね、お部屋がございまして、物置ですね、使っていただけるようなスペースとなっておりますね。はい、それではですね、こちらの物件、メインのね、ところに行きますが、はい、このようにですね、なっております。はい、広さもね十分についておりまして、事務所使用ですね、使っていただくには大変便利なね立地ではないでしょうか。さあ、こちらですね、 JR 奈良駅からですね、徒歩圏内の物件となっております。下山城のですね商店街を抜けていただくとですね、こちらの物件に着くのですが、事務所などね、使っていただくには大変ですね立地のいい駅近のね物件となっております。はい、こちらにもですね少しのスペースついておりまして、はい、お部屋の方はですね、このようになっております。こちらはですね、床が絨毯ですね、張っておりまして、はい、こちらの方ですね、戻ってまいりますが、エアコンなどもね、各所暖地部としてね、ついております。はい。ではですね、こちらの物件ですね、ご紹介の方は以上で終了させていただきます。最後に、マカス君からですね、お知らせの方がございます。賃貸のまさきでは、ネット予約サービスやお迎えサービスなど、各種サービスを行っております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは、お客様の部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。